チェルシーは日本の女性ダンスボーカルグループである。所属事務所は j l o c 2016年に日本人4人、タイ人1人の5人組にて、韓国の勇敢な兄弟をプロデューサーに迎えてデビューした。その後メンバーの増減を経て2人体制となり、2021年6月30日に解散した。グループ名のチェルシーとは、 チェリーシーズを語源とする造語で多くの人を魅了する花を咲かせる詩という意味が込められている。全員の動きがぴったりとあったシンクロダンスを得意とする。2014年にダンスボーカルオーディションを開催。延べ5800人の応募者の中から候補者を選出し、2015年に韓国での強化練習を開始。その後6名いた練習生から1名が脱落し、リナ、 ネネ、ヒカル、ミユ、サユリの5名が初期メンバーとなって、チェルシーが結成される。5月29日にツインボックス秋葉原で開催を予定していた5周年記念ライブより、新メンバーとして、アミガ加入することが報じられるも、同月26日に活動辞退したことで、ライブ自体は中止となる。その後5月30日、翌月末をもって解散することが発表され、 6月30日、チェルシーン YouTube ライブボリューム3 2生配信を持って全活動を終了した。ありがとうございます。